おはようございます、こんにちは、こんばんは、関口あゆみです。私が1ヶ月で太ももをマイナス5センチしていく美脚を目指すダイエット動画ブログ、本日は2012年5月の15日、初めて31日目、1ヶ月が経ちました。計測をしていきます。この1ヶ月、この自転車こぎ運動をして太ももをマイナス5センチ、49センチまでね、減らすことができるかっていうのを挑戦してきたわけなんですけれども、この1ヶ月間見てくれた方、温かいコメントをくれた方、一緒にダイエットに挑戦してくれた方、本当にどうもありがとうございます。このね、挑戦が終わってもまた、いろんな動画を YouTube にアップしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。よいしょ。近々このチャンネルにとっておきの動画をアップします。待っててください。そしていよいよ計測をしていきたいと思います。スウェットを脱ぎます。もうこの若干この私このメジャーの音がねすごい緊張するの。あー、どうなってるかな。ドゥ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 、50.5センチ、目標は49センチでした。やらかしました。本当に本当に本当に応援してくれた方、本当申し訳ございません。もう正直ね、正直本当に調子に乗りました。あれですよね。やっぱこういうのをやりつつ、日頃もっと努力しなきゃいけないかったんでしょうけど、ちょっとこの動画内での自転車漕ぎとか以外の日頃、の意識がちょっと足りなくて、すごく余ったれて、こんな結果になってしまいました。調子に乗りました。以前からね、この私の YouTube チャンネル見てくれてる方はご存知だと思うんですけど、私、こう、1ヶ月で、腰回しダイエットをして、ウエストをマイナス5センチするっていう動画をね、毎日アップしてた時があって、その時、本当にそれ以外何にもしなくって、痩せれたんですよ。ウエストが5センチ。5センチじゃないか、もっとか。だからね、今回もそんなでいけるかなってちょっと思っちゃってました。でも、こうやって YouTube で、お家で一人で毎日アップすることで、生々しい、リアルな、体験をお伝えできたかなとも思います。でもこの、ね、自分で決めたことだからしょうがないんだけど、こう、ダメなところもこう、たくさんの方に見られちゃうっていうことで、これを、このね、経験を胸に、このようなことが、もう、本当に、ないように、していきたいと思います。すみません。でも、結果はあれでしたけど、こう、毎日ダイエットしつつ、こうやっていろんなお話をして、動画をアップしていって、みんなが見てくれてコメントしてくれたりとか、そういうのができて、とっても楽しかったです。ありがとうございました。
さっきもお話した通り、これからも、この、これをやらかしちゃった分、もっともっと面白い動画作っていきたいと思いますので、また、今後ともよろしくお願いします。本当に、見てくれてどうもありがとう。シェイシェイ週刊。Thank you for watching.